ポルホフの紋章ポルホフは、ロシアのプスコフ州中部にある都市。中世に建てられ多くの戦いの舞台となった城塞があることでも知られる。人口は2002年全ロシア国勢調査で12,263人。ポルホフ市街地、ポルホフは、州都プスコフからは東へ道路を 90km 走ったところにある。入り目にコに注ぐシェロに川に沿う。 1897年に開業したボロゴエドのプスコフペチョリタルトゥタリンを結ぶ鉄道が通る。ポルゴフ,フの城塞はプスコフ州に残る中世ロシア西部国境の要塞の一つで1239年にアレクサンドルネフスキーがノブゴロド公国の南西を守るために建てたという言い伝えがある。当時の要塞は木造だったが1356年に リトアニアのアルギルダス港に略奪され、1387年には、陛下で焼かれた。ノブゴロド公国は1300メートル下流に、大理石でできた要塞を再建したが、1428年に、リトアニア大公ビータウタスの軍勢が砲撃で、西の城壁を破壊し、ポルホフに入城している。2年後、ノブゴロドは城壁を再建し、要塞を増強している。ポルホフは、 ノブゴロド公国のシェロニプリアアティナにおいて、ルーサに次重要な都市だった。ただし経済的重要性は乏しく、15世紀には76個しかなく、そのほとんどは農家だった。1478年に、ノブゴロド公国をモスクワ大公国が併合した後は、ロシアの西の国境を守る12の大要塞の一つとなったが、近代に入り、ロシアの領域が西へ広がると、 軍事的重要性は次第に低下した。18世紀には城西周辺の集落はこの地方の雨取引の中心地となった。1777年に市の地位を得てプスコフ県内の軍の一つの中心地となった。第二次世界大戦では1941年7月11日から1944年2月26日までドイツ軍に占領されたが、 ソビエト連邦軍のレニングラード戦線により奪還された。これらの戦いでポルホフ市街の90%は破壊されている。ポルホフ城塞に残る塔ポルホフ城塞には現在環状の城壁などが残り保存状態は良い。塔は二つあるがうち一つは半ば崩れている。城塞内部は大木の多い森になっており。 地方紙博物館と1412年に建てられた小さい聖堂がある。城西以外の町の名所には1650年に建てられた旧聖主聖堂、15世紀に建てられたハリストスコータン聖堂と聖ニコライ聖堂などがある。14世紀に建てられた聖神所誕生大聖堂は当時の建築を代表する注目すべき聖堂であるが、ソビエト連邦時代に荒廃している。 ポルホフから1 7トルのホロムキ村のシェロに、川沿いには、ガガーリン港の新古典主義建築の邸宅と邸宅が、残る。1920年代初頭、ホロムキは、芸術家村となり、詩人コルネー・チュコフスキー、詩人、ブラディスラフ・ホダセビチ、小説家、エブゲーニー・ザミアーチン、画家ムスティスラフ・ドブジンスキーらが住んでいた。ストロガノフ家の邸宅のある、 ボリシェボ村も近くにある。主な企業には、建材、電子部品、食品などの工場がある。バーナドスキー、ビクトール・ニコルイアウィッチ、J、XV、レニングラード、パブリッシュドバイザ、USSR ・アカデミー・オブ・サイエンシズ、PP133 から134。ありがとうございます。